さあそれではね、早速ですが、はい、専属モデルフォーショットの公式写真こちらを撮りたいと思います。はい、おもたすスタッフの大塚さんよろしくお願いいたします。なるほど。あ、そうですね、なるほど。あ、それぞれのやっぱり出来上がってますね。嫌なコンパですね、この4人来たらね。嫌ですね。食うだけ食って帰ろうという感じでしょうか。割り勘とか言われるんでしょうね。言われるでしょう。聞きたいと思います。はい、いやもう本当に年末年始にかけて、はい、またプレミアムな4、ありがとうございます。ライブ拝見いたしました。仕上がってますね。これキープするの大変じゃないですか。そうですね、やっぱ日々のトレーニングはやっぱ欠かせないですね。ここまでじゃなくてもちょっとまあダイエット効果があるようなトレーニング方法、何かオリジナルのものがありますか。 ありますね。あるんですか。やっぱりロングフォーダイエット。ロングフォーダイエット、ちょっと何か聞いたことありますね。ますね、ちょっとよろしいですか、お願いいたします。はい、まあ4秒、うん、4秒4秒は4秒の4ということですか。はい、はいはい、あ、ちょっとちょっと一回お願いします。はい、その棒自体が短いからね。フォー、ちょっとちょっと足しましたよね。ちょっと保険かけましたね、最後。最後はもうもろにロングブレスでしたから。いやいや、オリジナルのオリジナルでございますよ。わかりました。さあ斉藤さん、はい、よろしくお願いします。肉体美とは思えないんですけど、やっぱり今年もナルシストぶりは。そうですね、はい、はい、でも実際に女性の方でもちゃんと引き締まった体がいいという方もいれば、うん、こういったダルンダルンの体がいいという方も、落ち着くっていう子もいらっしゃるでしょうね。ここで寝たら落ち着くという人がたくさんいます。なるほど。早速ですけども、2015年の始まりにね、はい、何かちょっと皆さんにメッセージ等がありましたので、メッセージよろしくお願いします。わかりました、はい、じゃあ今年押していくギャグの方。ほら嬉しい、ありがとうございます。では今年一押しのギャグでございます、どうぞ。うざーい昨年と何か変わりがありました。変わってないですね。変わってないですよね。うざいということで、スピヨロでございます。ありがとうございます。うざいということでよろしいでしょうか。さあそして、はい、もう本当にブレイクいたしました、とにかく明るい安村さんでございますけど、せっかくですから、はい、ネタの方はよろしいですか。じゃあ短いですけどちょっとやらさせていただいてよろしいですか。すいません、ちょっとよろしくお挨拶がてらお願いいたします。世の中には動きや角度によって履いているのに全裸に見えるポーズがあります。今日はスポーツの全裸ポーズを披露したいと思います。まずはゴルフ。ゴルフもプレー中全裸に見えるポーズあります。それではゴルフの全裸ポーズ、カモン。あ、履いてますね。あ、履いてるこれ。いや、ちょっと待って、それ どういうシステム、大丈夫。ダメダメ、履いてないだろ。安心してください。いや、履いてるわ。よかった、よかった。さあ、続きまして、続いては相撲です。相撲の立ち合いの中にも全裸に見えるポーズあります。それでは相撲の全裸ポーズ、カモン。いや、本当国技なんですよ。日本が世界に残る塩をまきました。やってみやって、発狂残った。大丈夫ですか。やばい、パンツも残ってます。履いてないよ、履いてない。パンツは残ったのか。安心してください。残った。ありがとうございます。どうもありがとうございました。さあラストはペナルティーワッキーさん、やはり肉体、それ順番に来るでしょ。驚いてましたけど、いやでもね、もう男性ホルモン受診中、今年も健在のような感じで。そうですね、やっぱり2年ぐらい前からずっと押してるんですけど、はいはい、いまいち跳ねないなと。そうですか。っていうのもやっぱり、そろそろ送信を見たいじゃないかなと。まあ確かにね、受診ばっかり受けて、そうそう、送信しないと。今日はちょっと送信を、したいと思います。それこれ以上受信したらもうゴリラになるだけです。ゴリラになっちゃうんですよ。はい、じゃあちょっと送信、はい、じゃあお願いいたします。シャー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 、送ってる、送ってる、送ってる。男性ホルモン受診中。受診してる。あれやばい、受診してる。受診しちゃダメでしょ。ダメやねこいつ。聞きましたけど。受診の方が長いですね。受診してる。ビン、はい、ビン。何やねん。夜が。満タン。破裂して。いや、これどうちょっと。何やねんこいつ。何やねんこいつ。やっぱり事前に打ち合わせしとこう。やっぱり。さあ、ここで続きまして、特別企画ご用意いたしました。題しまして、おもたす専属モデルアート大喜利。さあご覧ください。先ほど、大塚さんに撮っていただいたフォーショット、こちらにですね、
この4人グループ女性に人気が出るようにしてくださいという。ああなるほど。さっきと受けました。さて実際にどんな感じで作品作れるのか。はい、それでは、はい、ガー君。そうですね。はい、こんな画面で。こんな画面で、ね。まあ言うたらね、こんな画面で操作するわけですけども、はい、例えば塗りたい場合はペイントっていうところを押すんですね。はい、そうするとこういうまずは色とか選択できて、はい、ペンの大きさも、はい、じゃあ黒色でこれぐらいの太さで。でそれで、書いてみましょう、はい、女子に、まあ、人気が出るようにということは、まあまあ、この辺をこう塗りつぶしてね、はい、いきなり来てくる、まあ、これだけでだいぶ女子にはでも気になるよね、はいはいはい、どんなお顔なのかしらみたいな、ね、そうですね。あと何かこう文字とかをねやるときはこのテキストを押してなんかクイちゃん、あ、じゃ あ, じゃあ画伯よろしいですか。文字何かねこう、あ、そうやって文字を入れる、はい、もうこれはもう普通の携帯の感じ、ね、でこれをまあこう確定をしてこう広げたりとか、わあ、ね、アイドルグループお雑煮、お雑煮、お雑煮じゃない。あとスタンプっていうのもね、あの結構こう、あの絵が不得意な方とかもこれちょっと漫画みたいな、はいはい、全然あるので、まあこういうのでこうね、おお、やすが、ほらこういうこともできるわけですね、はい、このような感じですね。なるほど、はい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 、でいろんな機能が、まあ、あるので、はい、まあ、自分でも一から書くっていうこともありますし、全然こういう機能を利用して手軽にポンポンボッと作ることもできますね。本当にコミックのような吹き出しも作れて遊べちゃう、できますね、できますね、さっきね、はい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 、うん、しました、はい、ということでありがとうございました、はい、面白い。写真に落書きした面白画像を見たり自分で作ったりできちゃう話題の無料落書き共有アプリ、それがオモタス。オモタスを使えばレイザーラモン HG のこの体も、体が地図、美味しそうな桃だって剣道小林がオモタスと18禁、笑って送って落書きして、さあ君もレッツオモタス。